中央公園陸上競技場は、山梨県崎市の崎中央公園内にある陸上競技場。施設は、崎市が所有、運営管理に当たっている。1985年の全国社会人、サッカー選手権大会及び1986年の第41回国民体育大会のサッカー競技、2014年のインターハイサッカー競技、2008年の 第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会の1回戦の会場としてとして使用されたほか、現在は山梨県社会人リーグ、ニラサキアストロスのホームスタジアムとして使用している。また、1999年には J リーグバンフォーレ甲府が J リーグに参入した初戦を東京議場で行われている。収容人数や夜間照明設備が 設置されていない等の問題から東京議場でバンフォーレ甲府の主催試合が行われたのは1999年と2000年のみであるが、現在もニ崎中央公園芝生広場と共にバンフォーレ甲府の練習場の一つとして使用されている。その他、全国高等学校総合体育、大会サッカー競技大会山梨県予選及び、全国高等学校サッカー選手権、 大会山梨県大会の会場としても使用されているなど、サッカーの街と呼ばれるニラサキらしく、サッカー競技場として使用されることが多い。一方で、第5子公認であることから、陸上競技での使用は、学校内競技会やクラブ対抗競技会などに限られている。ありがとうございます。